はい、カービングの小野先生に今日は来ていただきまして、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あのカービングって言ってもかなり広いものを、そうですね、小野様がいろいろやってらっしゃると思うんですけれども、はい、なんか CM とかその辺もかなりあのたくさんお仕事やってらっしゃるようなんですけども、はい、なんかちょっとその辺からあの皆さんがこう CM っていうとあの非常に憧れる職業だと思いますので、うん、ちょっとその辺のことをあのご説明をお願いいたします。まあ、ちょうど今流れてるテレビで流れてるものがあって、あの高橋一生さんが出てるあの麒麟の氷結のところに出てるあの氷の中にレモンが入ってるものをちょうど今年の3月に撮ったものがあの7月からずっと流れてて、で5月にあのそれのバージョンアップしたものが、ちょうど今流れてるっていうくらいになってます。あと他にはなんかあの特色的なお仕事はどんなような、まあ、結構あの、コカ・コーラさんってあの、瓶そのものを氷で作って中にコーラを入れてあの飲むシーン の、 あの、ポスターとかそういうのも、何年か前にやってますし、まあ、ほぼほぼあの毎年、去年はちょっと少なかったんですけども、それの前の年までは年間20本ぐらいずぐらいはもう毎年やってるっていう形で、まあ、ずっと来ています。で今日あのこういうカービングのちょっとあのご説明をお願いしたいと思う、はい、代表的なちょっとそうですねご説明をお願いしたいと思うんですが、まあ、今回はあのカービングって言っても直訳するとあの彫刻っていう意味で、まあ、もともとずっとあの氷の彫刻でアイスカービングの方をやってたんですけども、まあフルーツカービングから始まってあのフルーツとソープがあの一緒の形で、まあ、10年前ぐらいからちょっと、手がけてきたっていうところがあって、まあ、今回はあの1週間の長いあのスパン の、 あの展示だったんで、ちょっとフルーツの方はあのちょっと飾り付けができないんで、今回はあのソープだけにしました。でまあ、ソープカービングって言ってもあの、普通はのこういうあの一個物とか、まあ、ほんのちょっと大きいあのこういうあの、なんですかギフトみたいな形にするっていうのが多いんですけども、まあ、たまたまあの自分はの氷の彫刻をやってたので、まあ、こういうあの胴体と羽を別に作って後からくっつけるとか、はいはい、その立体的にするっていうのがもともと氷彫刻から来てるんで、まあ、他の人にはちょっとあの、ない技法でできてるっていうところが、まあ、自分が、まあ、ちょっとこういう形にできるなっていうのがところですね。やはりあの氷とそのこういうソープとではやはりこう違いっていうのはありますですか？まあ、大きさがもともと全く違うので、もうそれこそあの去年の暮れにやったのはもう高さ5メートルの横幅13メートルの大きいものを箱を作ってっていう形のものからしますと、もう直径がこれは何センチか 6.5 センチかな、そのぐらいのものにあの細かいやつやるんで、もう全くあのその細かさっていう点からいけばもう全く技術的には違いますんで。なるほど。でましてあのフルーツとかこのソープっていうのはあのナイフ1本でちょっと今日はあの持ってきてなかったんですけども、ナイフ1本でできるので、で氷彫刻の大きいのはもうそれこそあのチェーンソーから何からも道具の大きさが全く違いますので、そういう形で、ただそういうところのあのなんだ氷彫刻から来てるあのずっとやってきたものが、まあ、こういうところに生かせてるっていうところは、まあ、自分でもなんとかあの他の人と違いは出てるかなっていうところはあります。今後どのような方向で、まあ、小的なところを、おやりになりたいのか、それとももうちょっとこう作品的な部分で何かおやりになりたいのか。そうですね、はい、まあ、今回はこの、展示のためにちょっとあのもともとそういうものとか額とかはあの、サンドブラストをやった時にたまたまあの楽屋さんとかに行って見つけてたものがあったので、まあそれを生かしてちょっとやってみようかなと思って、まあこの大きい2つの作品は作ってみたんですけども、まあ今まであのこういう小さいものだけだったので、少しずつこういうふうにあの
ちょっと大きなものをやっていこうかなっていう形。それからこれでももともとはこの大きさの石鹸なんですよ。でこれを、7個使ってこれになってるんです。こんな大きい石鹸がね、そうなんです、 いいですもんね。そうなんですね、だからその辺がまあ継ぎ足しっていうところからいくと、まあ、氷やってたこういう形のものも生かされてるんで、まあ、そういうものでちょっと立体的なものをやっていってみようかなとは思ってます。じゃあこれからもいろいろご指導いただけるとありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。